そのカードは俺が預かろう。リュータ、お前。お前、リュータ何してんねん。リュータ、お前、リュータ何してんねん。多分違うと思うけど。なになに、急に魔王が。あれ、あなた、ピサロさん。ああ、優勝カードが。あいつはピサロ。貴様は魔剣士ピサロ。魔族の王が、ここでピサロ来る？もうかっこいい。ちょっと待って待って待って。かっこいい。ふん。妙境だよ、森。退屈しのぎというやつだ。なんと、魔王がバトルロードから抜き出してきました。森よ。貴様が開発したこのマシンは、我々貴族にとっては都合がいい。子供たちのバトルのエネルギーを使い、こうやって人間界に出てこれるからだ。さあ、王者ティラ、王者決定戦優勝カードを渡してほしくな。この俺と戦うのだ。俺に勝てたら、この優勝カードを返してやろう。はあ。まあちょっと、あのさ、ごめんなさい。ちょっとね、僕たちあの、モンスターマスターにちょっとピサロさんに逆らえません。ちょっとごめんなさい。勇気を出せティラ、お前ら、勝てた。うん、怖がることないぞ。魔剣士ピサロに大場での力を見せて。いや、ちょっと僕ね、あの、ごめんなさい。やっぱ、アルミナイスとか脱出なんで、ちょっと挑むのはちょっと怖いんで、ちょっと、やめさせてください。ごめんなさい。ちょっと、いい家で。勇気を捨てたお前らの勝てさ。うん、怖がることないぞ。だよね。ピサロかピサロかもう違うじゃん。もう強さが違うじゃん。さすが王者。ではさあ始めようか。ピサロどんなモンスター使ってくんのよ。よくぞ決断した王者ティラ。え、待って待って、ピサロどんなモンスター使ってくるの全然わかんねえんだけど。ピサロがもうかっこいい。一等身違う、一等身違うんですけど僕たちより。え、え、まさかあれは、え、そういうパターンですか。魔剣士、あ、そういう、何、そういうパターンですか、あなた。あ、こういう戦いになるのね。どうしよう。ました。魔王討伐なら仕方ありません。デンデン流、暴れ死に、ごめん、デンタサウルス、頼む。デンタサウルス、使っちゃった。いや、これはもうしょうがない。もうデンタサウルスに頼り気にならんように、ウッシーとデンデンに頑張ってもらいましょう。ここばかりはやっていくしかないぞ。勝つためならしょうがないです。ピサロ。いや、強いぞ、絶対。まさかピサロが本編に出てくるとは。いやー、全然わかんねえな。ここはまあ、普通に。勇気貯めて勝つのが一般的なのかな。こう、4900あるから削り切るの難しいと思うんだよね。よっしゃ、デンデンに行け。砂煙。おら、よし、いいダメージ。いいダメージ出てんね。結構340だったらだいぶ与えてんね。煉獄魔山。いやー、ピサロ攻撃力高いよ、きっと。どうだろう。うわ、強っ。いけ、牛取り。いけ、暴れ牛取り。しっかりダメージ当てていこう。よし、いいよ。向こうのとどめの刺激を恐れる必要はないんで、うまいこと耐えながらね、戦っていきましょう。エンタックル。はい、はい、いいよ。なんとも言えんな。向こうの攻撃をいかに耐えるかが重要になってくるんかな。普通の魔王戦だからね。いけ、後ろに。はい、いいよ、いいよ、いいよ。307、しっかり当ててる。しっかりダメージ当てていこう。はい、いいよ、いいよ、いいよ。これ光の玉の方がいいのかな。暗黒の陶器ってなんだ、なんだ、陶器だ。ちょっと待って待って待って、なんだ陶器だじゃないですよ。なんかテンションが上がる、なるほどね、テンションが上がるのか。砂煙いきましょう。まあマヌーさんにはなんないよな。お、なったなったなった。これはでかい、これはマジででかい。ここ光の玉でいこう。確実にいった方がいい。光の玉で勇気ためつつで戦っていきましょう。ピサロのマヌーサにするのはでかいよ。
攻撃を避ける可能性が高い。そうすればピサロが魔法使わないでしょ、そんなに。いいよいいよ、このターンに勇気貯めたいな。うなりを上げて突っ込むぞ。うっしー、よし、しっかり当てていこう。そうすれば勇気貯まるよ。いてはするか、ここ。いてはか、幻をお前帳消しにしやがったな。自分が幻やからって攻撃しやんだな。気合貯める、まあまあしょうがない。これはね、気合貯めでいいよ、確かに。多分このターンには勇気たまらないんで、どうしても火炎の息、おい、お、いいね、そこそこ出んだね。次のターンを耐えればとどめで勝てる。いてはれんだされなくても勝てるな、これやったら。いいよ、順調順調。うなりを上げて突っ込みます。後ろに、いいよ。さあピサロ何してくんの。帝国な剣技、おお。うわ、飛んだ、うわ強い。ゼンタソウルスが110ってだいぶ抑えてんな。 いけデンタ、おっと、ここは外していくここバチコリ外していくでも大丈夫っすよ、これだいぶ安定してんね。勝てるよ、勝てたでしょこれ、勝ったでしょこれ、ほんとこれ勝ったやつ、勝ったでしょやったやったむしろなんかリュウタの方が苦戦した説、むしろリュウタの方が苦戦したんすけど、なんだそんなに強くないね。なんか全然苦戦した感じがないんだけど失礼ながら全然なんか苦戦しなかったんですけどまあちょっとモンスターがね、デンタゾウルスってのもいたし、まあ結構ね向こうの行動も行動だったかな。あっさり行きましょう。ごめんね4の勇者、やっちゃって。一応ピサロいるんすけどねなんだピサロさん、王者は奪還は無理ですよ、あなたに、あなたに王者奪還は無理ですよ。今証明しておきます、僕が。はいはーいピサロ何しに来たんやまあ、デンタザウルスが強かったかな。よかったよかった。さすが王者、なかなかやるな。ちょっと待って、先の展開読めたんですけど、まさかあなたちょっとあのデスピサロになんないですよね。まさかその1枚のカードのためだけにデスピサロになるとやめてくださいよ。大人げないですよ。では俺も本気を出すとするかあのちょっと待ってください、戦いが1枚のカードですよあなたあなたカードですよ、ただの。おーい、嘘やろ本当にもう。何ピサロさん、ちょっとおかしいじゃないですか。あなた自分で自分をスキャンしてるんですよ。頭おかしいことに気づかないの。自分で自分をスキャンしてるのおかしいなって思わなかったの。そもそも一人プレイ大魔王カードはスキャンできないですよ。何考えてんの。ねえねえ、一人プレイでさ大魔王カードはスキャンできないんですよ。それをちゃんと理解してくださいよ。乱入対戦でデスピサロは自分で一人プレイ使えないんですよ。何考えてんすか。もう、あ、チーム変えれんだ。どうしようかな。どうしようかなって言ってもな、さっきのパーティーの方が絶対いいんだよな。さっきのパーティーを下手に変えたら死ぬんじゃねえか説の方があるんだけど。みんなが今、俺に力をくれている。行くぞ。後悔はしない。
行くぞ。後悔はしない。僕はあのさっきの安定パーティーよりも俺の好きなモンスターを取る。あえてこっちで行くという勇気を見せよう。あのパーティーで行けたら僕は勝てたのかもしれないんですよ、普通に。でも僕はあえてこれでミニモンチームという歴史に名を残したパーティーで勝ってあげたい。ドラキーに勝ちを見せてあげたいんだ。行くぞお前ら。おら、いいよ。いいいいいい、だいぶいい。300も与えてる。いいよいいよ、ドラキー頼む。お前たちでエンディングを見る。俺は、おら、よしよし、いいよ。アルミナちゃん、さっき活躍したアルミナちゃんが行く。いざ、よっしゃー、よし、いいよ。その眼差し、いや怖いな。お前たちミニモンチーム、よっしゃ、避ける。この避けはでかい、マジででかい。ドラキーちゃん避けてくれた、ドラキーちゃん避けてくれたよ。あえて僕は勝つ、これで。暗黒の剣、やばそう。あ、避けて、誰か避けて、避けない、うわちょっと待ってくれ。アルミナちゃん切り返せ、あれ、誰か何とか切り返してくれ、何かうまいこと切り返してくれ。うう、ワンチャン光の弾か、ワンチャン光の弾か、光の弾いきます。光の弾でワンチャンこのターンに勇気貯めて、で次の攻撃を何とかして耐えて。ドラキー頼むわ、ドラキーならいける、頼む、噛みつけ、ドラキー、オラオッケー、ドラキー信じてたぜ。あとは次の攻撃さえ耐えれば、次の攻撃を耐えれば光明が見えるんだ。アルミナちゃん1000万ボルト、よし、次の攻撃をなんとか耐えてくれ。いてはかー、わかんないな、わかんないな、全然わかんないな。さっきの攻撃全然わかんないから、さっきの攻撃 HP 半分ぐらい減ったでしょ。だからなんとも言えないんですよね。今でもいい、今の、はい、ね、ペースはいいよ、ペースは取れてる、ペースは。いけ、大丈夫、次の攻撃、いや絶望が迫ってきそうだな、助けてくれ。いてはー、お、これは勝ちじゃないか、あ、これは勝ちか、これはラッキーじゃないか。2体で攻めて勝てるぞお前ら、おい、オッケー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 、ラッキーラッキー、ラスト頼むぜ、すぎやん。俺の信じたトラキーは間違ってない、よっしゃー、お前らやったじゃん、ミニモンチーム大魔王倒した。こんなことがあるんだ、デンタサウルス使えば勝てたのに、デンタ使えばよかったじゃん、なんでこれで勝ったんだ、すげえよ。まさかさっきのパーティーで行けば安定してたのに、よかった、みんな活躍した、みんな会心出してた、それがねこの勝利を生んだ、よかったよ。もともとそのかなり初めの頃、モンバトのドラキーとシールド構造を使ってたじゃないですか、だからこれでエンディングを見たかった。ドラキー僕大好きなんですよ実は。よかった、3830、それは強い、ドラキー頑張ったよ、避けるし返すのも出すし、間違ってなかったんだ。やった、めっちゃドラキー喜んでるじゃん、やった
いやー、よかったモリーさん、勝負ありじゃないですよ、なんか本当に勝負ありではないんですよ本当にもう何勝負ありしてるんですか。勝手に勝負ありにしちゃダメですよ。ピサラさん見と、ピサラさん急にでっかくなりましたよ、本当に。一人プレイチートですよ、本当にもう。やったな、ティラ。さすが俺のライバルだぜ。ピサラどうした、今回は俺の負けのようだな。お前チート使ってんねんで。一人プレイ大魔王出せへんねんで、このゲーム。約束通りこのカード返してやろう。あなた大人じゃないですよ、そのカードのためだけにチートまで使ってやったー、大会王者の称号を手に入れました。完全勝利者の称号を手に入れました。初戦ティラは完全勝利者じゃけ。いいねー。え？なかなか面白い欲求だったぞ。さらばだ王者ティラよ。いずれまたどこかで会おう。まさかバトルドーマシンを利用してくるとは。これ以上泣け物は絶対あんじゃねえかよ。もうあるじゃん、あなた。心配すんなって、森のおっさん。チラと俺たちがいれば何回やってきたって平気出せ。頼りにならない奴らいるけどな、一部な。な、チラ。リュウタ、お前そのパーティーやめろ。ゴールデンゴーレムが足引っ張ってるから。改めてここに宣言する。リュウを王者と認める。もともと王者ですよ。やっぱこれエンディングだったんだ。いやー、モンスターバトルロードビクトリー、まさかのデスピサロが出てきました、最後の最後に。そこは竜王とかの方が良かったと思うよ。なんでピサロさんなんだろうっていうツッコミところがいろいろあるんだと思うんですけど、無事にね、エンディングを迎えることができました。やったね。まあね、一応動画の編集コストとしては30パートということになるんですけど、一応。まあ、あとね、まだもうちょっと、やるかなと思うんですよね。何より、僕やっぱり、モンスターマスターでずっとやってきたんですけど、基本的にやっぱね、魔物たちで戦うの好きだったし、やっぱ資金があんまなかったんですよね、実は。プレイしてる時に、装備カードって言われるんですけど、主人公の。あれって基本的になんかレア物が多くて、なかなか手に入らなかったんですよね。で、結局、そのために、モンスターマスターを選ぶ羽目になったみたいな感じだったんですけど、ただ、僕のそのバトルロードをやるきっかけになっとった、ティミー君って言うんですけど、その方からは本当に魔物使いは邪道って言われてました、本当に。すごい邪道で、レベル上げもすごい大変だったんですよ。正直モンスターの称号とかがつくまでは本当に弱くて、主人公たちのチームの方が絶対有利だったんですよね。そんな中僕ずっと魔王の時とかも、まあ大会の時も使い続けてきたんですけど、無事にこうしてエンディング迎えられて、ねえ、もう、ただ本当にね、苦戦したのはむしろ主人公を使う方が苦戦してたな。そう、なんか主人公には相性みたいなのがあって、相性のいいモンスターとかを結局調べることになっちゃったんですよね。モンスターマスターについては本当に良かったんですけどね、現役の知識で。でも良かったですね、本当に。最後ね、王者決定戦も、やっぱりこのゲームには強いモンスターいるんですよ。ナイトリッチとか、デンタザウルスとか、まあ先ほどお見せしたデンタザウルス本当に強いです。だから、その強いモンスターで固めちゃうと、魔王をかなり攻略しやすくなるんですよね。まあ、確実ではないですけど、攻略はしやすくなるんですよ。その中でやっぱり、この最終パートみたいな、まあ一応のね、まだ多分もうちょっとだけ続くと思いますけど、一応のこの最終パートで、ちゃんと、ドラキーとか、アルミナージとか、ね、コングヘッドとかね、どっちかというとこのモンスターってあんまり見なかったはずなんですよ。前世紀とか。それで、ちゃんとプレイできた。なんていうかな。ずっと同じモンスターを使い続けて、強いモンスターを使い続けてエンディングも変えるよりは、ぐっとね、僕としては、やりがいのある内容になりました。使うとしたらそれナイトリッチたちの方がいいんですよ。デンタザウルスとかね。その方がね、
勝ちやすいし、その方がいいんですよ。でもそれでもやっぱ好きなモンスター、このモンスターバトル、モンバトには強い弱いの概念があまりないから、ある程度どのモンスターでも戦えるっていうのは本当にいい仕様で、だからこそね、いろんなモンスターで戦えてもう本当嬉しい。自分強いモンスターもね、弱いモンスターも、まあ、ぶっちゃけね、パート25になるんですかね、25では、まあ、あのありさまなでしたけども、まあ、パート25もなんだかんだモンスターマスターが強くできるよっていうのを見せられたし、個人的にね、すごいビクトリーの実況ね、楽しかったです、本当に。基本的に公開収録でこうやってね、収録させてもらってるんですけどね。実は、最後のデスピサロに行く前の、ドラキーとかアルミナージ、シールド小僧は、実はすごく迷ったんですよ。勝つためだけだったら、本当にさっきのパーティーで行けたんですよ。でも、ちょっとね、コメント見たら、行けるでしょうって。ちょっと背中を押してくれたのは本当に感謝します。ちょっと公開収録してよかったなって思ってる、そこは。いやー、話したりねー。もう終わっちゃいそうだな。いやー、無事にね、こうして夢のソフト、当時 Wii なんて僕買えなかったからな。夢のソフトできてよかったわ。かわいい右下の絵、スライム大集合じゃん。ありそう。あ、終わった。このエンディングもしかしたら著作権とかでカットされるかもしれないけどね。その時はまた別で挨拶とります。終わったかな。あ、スクエニックス、いや本当いいゲームだった。なんだい？おお、お父さん。おはようティラ。王者ネタ実感あるか？もうバリバリよ。それはよかったな。王者の名前に負けないようにしっかりバトルしなきゃな。てっきりお母さんとかが来ると思ってた。お母さん？ちょ、お母さんは？お母さんと会わせてくれ。いってらっしゃいティラ。顔顔。お母さん、なんぼ言ってくんねえのかよ。ね、一回もパートし、これシャープ綺麗に30で終わりました。30で終わったのかな、わかんない。編集するとわかんない。もしかしたら重くなっちゃったかもしれないですけど。30でね、無事に、まずエンディングを迎えることができました。まあね、個人的にまだやり残してること結構あるんで、モンスターマスターのまだやってないことがちょっと実はあるんですよね。それでもあるんで、まあ、またね、動画上げることになりますけど、その時にまたお会いしましょう。お会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。お母さん？どうしたの？今ポストを見てみたらこんな手紙が届いてないよ。え？何？魔人ダークドライブからの挑戦状だ。すべての大会入場し、完全勝利者になったものよ。いや、僕敗北者でいいですよ。所詮ティラは敗北者じゃけ。今度は宇宙王者の名をかけて私の挑戦を受けてもらおう。戦い準備ができたらコロシアムセンターに行くのだ。私は宇宙の彼方でティラが僕のを待ってるぞ。魔人ダークドリアム。大変なことになったぞ。あのさ、お前らさ、恥ずかしいと思わへんのかよ。カードやで。お母さん手綺麗ね、やっぱり。宇宙なんて無茶よ。どうやって行くのかもわかんないし、ほんまやで。相談するんだ。きっと何か方法があるはずだよ。いやいやいや、カードゲームですよ、あなたたち。